よし、できるわ。ゆっくり慎重に。私ってプレッシャーに弱いのよね。俺ならできるよ。ああ。コツがつかめたら難しくはないわ。見てて。いやあ、どうして？惜しかったね。バカバカしいゲームね。ママ落ち着いて。イラつくわ。この。うわ、ママも罰がいるんじゃね？レオ、気をつけなさいよ。次のチャレンジはこちら。ちょっとむずいかもね。何チンタラしてるの？道具が必要だね。始めよう。少量の小麦粘土を丸めるよ。いろんな色が必要なんだ。まずは一番大きい玉から広げてソーセージ型にしよう。長く伸ばして、いい感じ。そしたら V 字に曲げるよ。先をつまんで。次は赤い粘土、長いチューブを作るんだ。コロコロ伸ばすだけ。一旦これは置いておいて。次は、あ、そうだ、この作業なんか癒されるな。匂いもいいよね。このパーツは平らに潰すね。 V 字のパーツに取り付けよう。しっかりと固定しないと。そしたらチューブを取り付けて。形になってきたね。容器を使って白い粘土を潰すよ。完全にぺったんこにはしないこと。いい感じだね。ここに取り付けよう。この部分には綿棒を使うんだ。定規で粘土を切るよ。全部同じ大きさにしよう。赤十字を作るんだ。細かいところが大事なの。このボールに浅い穴を開けて。突き抜けちゃダメだよ。穴を広げよう。これはイヤーチップなんだ。もう一つ必要だね。まだ完成じゃないよ。再び容器を使って青い玉を潰すね。粘土に残る形が面白い。これをチューブの先につけるの。パーツがもう一つ必要だね。赤いチューブを隠したいんだ。よし、これでいいかな。聴診器の完成。なあ、ゲームをゲットしたぜ。ママに俺の腕を見せてやるんだ。そんな難しいはずないだろ。手を安定させればいいだけだって。あともう少し。なあ、俺天才。え、どうやって？やめなさい。もうレオは外出禁止よ。なかなかすごいね。今ので思いついた。必要な粘土すべて並べて。これから始めよう。ソーセージに伸ばしていくよ。次にちょっとだけ潰す。三角形もどきにするんだ。お次は青、厚みのある長方形にするよ。こんな感じに平らな端に固定しよう。水色のパーツも潰すね。定規でカットしよう。小さい長方形にするよ。定規は粘土を移動させるのに便利だね。三角形の中心に置こう。道具をひっくり返したら小さい穴を開けよう。穴に赤い玉を押し込むんだ。最後の青いパーツを使って三角形の先を作るよ。体温計ね、ブラボー。クリエイティブね、ミアは。レオといえば。ったく、あれ、何かするんだっけか。まあいいや、クリアしたよ。どうして私に自慢してくるの。ママ、こっち。お望み通りに作ったよ。おまけまで。わかってるわ、すごいわね、レオは。もうしくじったかも。私の勝ち。考えるまでもないわね、ミアの勝ち。やった、このゲーム楽しい。オタクめ、見てろよ。げえ、もっと頻繁に歯磨きした方が良さそうね。歯医者さんにも言われてることだし。言われた通りにしろって。殺人的。本当に？ちょっと確認。ひどい。ああ。大丈夫？うん？私気を失っていたのね。うん、何食べたんだっけ？うん、魚。これ以上の幸福はないわ。もっと、もっと。猫の息みたいな理由はこれか。ん？次のチャレンジはこれ。爽やかなミント歯磨き粉。ママに必要なもんだな。さてと、カラフルにしたいんだ。まずは白。手のひらを使って潰すね。次に綿棒に切り替えて滑らかに伸ばすよ。ピザ作りみたいな感じなの。さて、次は赤い粘土。全色伸ばしていくよ。全部準備が必要なんだ。同じ厚さになるようにしてね。これ大事だからね。終わったら定規で粘土を切ろう。長方形にするんだ。全部大体同じ大きさ。
同じ形になるように切るよ。いい感じ。白い粘土をテーブルに広げて色を並べていこう。まずは赤い長方形、残りも同じようにね。さて、余った白い粘土を切り落とそう。今は必要ないけど取っておくんだ。綿棒で押し付けるね。一つのパーツにするんだ。再び白い粘土の登場だよ。こんな感じに厚めのソーセージに伸ばそう。端を平らにして、また綿棒を使うね。片方がもう片方より厚くなるようにしよう。次にさっきの虹を白い粘土の上から重ねて慎重に巻きつけてね。これが容器のチューブ。次は白い玉が必要だよ。手で潰してチューブに取り付けよう。お次は口の部分だね。潰してひっくり返したら同じように伸ばそう。綿棒の端を使って円を作るよ。切り抜いた円を重ねよう。なかなかリアルでしょ。ナイフを使って穴を開けるよ。鋭いから要注意。うわ、それすごいじゃん。俺も本気出さないと。集中するんだレオ。集中できるぞ。お、無理みたいだな。待てよ。今のとこいい感じ。次は歯磨き粉。爽やかな息は大事だよね。白い粘土を中心に作るよ。いろんな色の粘土を細かく伸ばして白い粘土に固定しよう。間に少しだけ隙間を残すんだ。できたら伸ばしていくよ。色同士が重なるんだ。少しひねると螺旋状になるんだよ。本物の歯磨き粉みたいでしょ。これを口の部分に装着。ループにしようかな。チューブから歯磨き粉を絞り出したみたいでしょ。次はアイスキャンディーの棒。まずは粘土を伸ばして、これでいいかな。棒を押し付けるよ。完全に沈ませなくても大丈夫。骨組みとして使ってるんだ。粘土で包み込むようにして歯ブラシの形にしていくよ。つまんだり伸ばしたりするだけ。あとは毛の部分だね。小さくて厚い長方形を作るよ。カッターで切り込みを入れよう。一周したら本体に固定。カッターでトップに質感を出そう。次は歯磨き粉をちぎってひねってカーブさせるんだ。あとは歯ブラシにのせるだけ。これでいいかな。チューブに入った虹って感じ。ママも喜ぶんじゃない。そうそう、これこれ。必要なのは努力よりも頭脳。歯磨き粉を絞り出そう。少量で OK。 歯ブラシもどきに垂らして、いいぞ、もう少し。癒される、気持ちいいな。うわ、柔らかい、爽やか。手がツルツルだ。今まで気づかなかったなんて。ちょ、何してんの。絹のように艶やかな腕になるぞ。大丈夫レオ。最高の気分だよ。生きてるって感じ。見ろよ、最高じゃん。顔に雲を塗ってるみたいだ。綺麗になるぞ。一体どういうことなの。ママ、少しいただこうかしら。動かないでねレオ。ママ、何のつもり。うわ、くすぐったい。ありがとね。いいって。これこれ、すでにお口がすっきりしてきたわ。歯間ブラシも使ってね。さて、だいぶ良くなったわ。私たちも嬉しいよ。ありがとうレオ。でも作品は。ミアはいつものごとく上出来ね。俺にもチャンスはある。勝者はもちろんミア。マジかよ。よし、やっぱりね。イエーイ。趣味があるっていいわね。私は編み物好きなの。早くママ。おい、見ろよ。編み物の下に面を置いてみようぜ。毛糸を面のボールにっと。あとは待つだけ。面白くなりそう。ほら、始まった。あら、これ面じゃない。お怒りだね。怖いよ。最後のチャレンジはこれよ。任せとけ。麺は私がいただくわ。私はこの小道具を使うんだ。作業が楽になるんだよ。粘土を中に入れて、これで十分かな。レバーを下げたらスパゲッティみたいでしょ。本物のパスタより簡単に作れるよ。美味しくはないけどね。あともう少し。
次は野菜だね。小道具の横側に型がついてるんだ。野菜の細かい部分を再現できるの。健康な料理の出来上がり。ボナペティ。粘土ディナーが完成。粘土を潰さないと。すげえな、ミア。借りてもいい？いいけど。サンキュー、マジ感謝。これで時間短縮できるぞ。粘土を中に入れて。レバーを押す。私のパスタ台無しじゃん。そうだ、ママできたよ。そうね、冗談でしょ。勝者はレオ。ついにやったぜ。でも負けたっていいんだぜ。しゃんないで。次のラウンドの準備はいいかな。あの人何してんの。見てるぞ。わかった。わかんないからヘルプ。何してんだ自分。お題はミニバンの僕。最初からそう言えばいいのに。わあ、超カラフルだね。始めよう。私のは量が少ないね。でもどうにかなるって。あ、思いついちゃった。まずはサンドを崩していくんだ。それから形を整えるよ。それ、まずはサンドを準備しないとね。ケーキ作りみたいな感じなんだ。頭から始めよう。ボールを作っていくんだ。隙間が残らないようにぎゅっと握るよ。その次は体。体ができたら目を作るね。慎重にいかないと。壊したくないもん。仕上げに王冠。ねえ見てよ。それ一体。あ、可愛いモンスターだよ。チャレンジの趣旨理解してる。またミアの勝ちってことかな。ちょっとまだ終わってないよ。とー、わー、いい感じ。残りもね。いいストレス解消。緊張が解けていってる。またやろうっと。よし、準備万端。見ててね。うわぁ、びっくりさせちゃうんだから。サンドを混ぜ合わせるんだ。うわぁ、すごい。どうやってやったの。なかなか可愛いでしょ。でもまだ終わりじゃないよ。サンドをかき集めて。ほら見て、このおちびさん。だーれだ。魔法みたい。こっちも見ていこうか。みんなのお気に入りの青いモンスターだよ。うわー、すごいね、クレア。こんなのと比べたら私のモンスターなんて最悪。これはなかったってことで。今回の勝者はクレア。やったー、やっぱりね。お疲れ。イカゲームへようこそ。これはやばい気がする。隠れよう。引っかかった。この声聞き覚えある。めっちゃ混乱してきたんだけど。何の話かな。あー、これじゃダメだ。私の民の音楽でリラックスさせてあげよう。素敵でしょ。変なの。この衣装熱い。あー、これでよし。一体どういうこと。マジ本気。勘弁してよ、私だって。あー、ハチさんか。次は可愛い警備員を描いてよ。いい。ああ、悪くない案だね。そんなに難しくないっしょ。まずは白い円を描くよ。次にその周りに大きな黒い円を描こう。警備員の頭部になるんだ。内側を埋めていくね。次にコスチュームのアウトライン。ボディを完成させていこう。可愛く仕上がりそうだね。ボディの出来上がり。次に色を加えていこう。難しいことはないよ。一色だけでいいんだ。うわぁ、ミアは絶好調だね。私も急がないと。まず赤で頭を描いていこう。次に仮面に映るよ。いい感じ。ここでは絶対ミスを犯さないようにしないと。さて、お次はよーく考えて進めないと。ああ、わかった。衣装の周りにアウトラインを加えよう。見栄えが良くなるんだ。最後に仮面に白を加えていくね。これで完成。終了です。うわあ、美味しそうなパンケーキ。うん、どっちもいいね。どっちの方がベターかな。難しいけど。催眠術みたい。勝者はミア。お見事。ついにやった。勝った。見たか。勝てると思ったのにな。
ここには何が入ってるの？で、大丈夫？次のゲームの時間だよ。赤信号、青信号。なんか嫌な予感がする。ジャージ？筋トレは嫌だよ。次のチャレンジはこちら。サンドから星を切り出してもらうよ。これはまずいことになった。不可能だよ。青信号。プレッシャーに弱いタイプなのに。やりたくないよ。さっさと終わらしちゃおう。じっくりやればいいんでしょ。どうしてこんなこと。赤信号。しまった。動いちゃダメ。青信号。え、急がないとね。壊せない。赤信号。動くなよ。青信号。それやめてくんない？イラつくんですけど。残された手段は一つのみ。うげ、味ひどすぎ。どうしてこんなことしてるんだろう。赤信号。疑問だらけなんですけど。そしたら青信号。吐きそう。食べてるのは私でしょ。よし、私ならできるよ。簡単っしょ。私何言ってんだか。赤信号。なんかここ熱くなってきた。青信号。よし、あとちょっとだ。やった。きれい。そっちはどう、ミア。やっと終わったよ。見て、引き分け。どっちも頑張ったね。終わってよかった。イエーイ。よっしゃ、このアホスタートもおさらばだ。うわ、それはやりすぎじゃない？しまった、つい熱くなっちゃった。ダク、大丈夫、掃除はしとくから。なんでもないですよ。ごめんなさい、大丈夫だから。あー、お腹空いてきちゃった。お、いいこと思いついた。ねえ、アイスお願いします。早くアイス来ないかな。巨大ハチさんのアイスをお持ちしました。ねえ、美味しくいただくね。君も。かわいい。やめさせてよ。わかったね。ちょっと忙しそうだね。気持ちいいか。くすぐったいよ。マジ、もう無理だわ。ね、やめなさいよ。これ美味しい。私どうしたらいいかわかった。ね、こっち見なさいよ。よん、キスのチャンス。今朝歯磨きしといてよかった。やめてって。うわ、今のはうるさかったね。うわ、耳が。わかったよ、お題。うにゃー。しまった、これじゃない。アイスをかいちゃって。あー、これならいけるね。始めよう。これは楽しくなりそうだ。まずは三角形から始めるね。内側を黄色で埋めてくよ。この部分はコーンなんだ。さて、上に半円を描いていこう。アイスのソースなんだ。チョコレート。どうなってんの？にゃん。君のおかげで世界一幸せな蜂になったよ。ロマンスって素敵だよね。ミア見て。これ以上ないほどに幸せ。最高だな。知らないし、私は集中しないと。アイスから始めていこう。部分ごとに描いていくよ。うんこの絵文字っぽいけど。私泣けそう。さて、作業に戻るか。コーンとチョコソースをつなげよう。コーンの上には線を描いていくよ。細かいところまでこだわるんだ。スプリンクルもまぶして。よし、コーンに線を描いていこう。線は逆向きにも入れるよ。次にコーンを塗りつぶそう。いい感じ。スプリンクルも加えちゃおう。できたら次にアイスに移るよ。薄ピンクがいい感じになると思うんだ。アイスにチェーンをつけちゃおう。プラスチックで固定するよ。ミニバンアイスでマッチしたアクセサリーセットも作ったんだ。よし、完成したよ。これ全部使えるじゃん。運命によって惹かれ合った俺たち。待って、この二人がいること忘れてた。いいって、二人は可愛いカップルだね。ちょっと待ってて。引き分け、これでいいでしょ。さて、何の話だっけ。私の女王に早く会ってほしいな。引き分け、公平な結果だね。ねえ、私どうかな。食べてるから今話せない。一番すごいと思った工作はどれかな。下のコメント欄で教えてね。動画をお友達と共有して爆笑動画を見逃さないように、チャンネル登録もお忘れなく。